なんか俺髪切ってこっかな。ね、加藤純一に似合う髪型選手権やって、俺今日髪切ってきてそれ見せるわ、みんなに。2017年の冬?あ、違うか。冬か。人気のヘアスタイル、髪型が見つかる。なんか俺短くしたくてさ。なんかいいのねえかな。松井には嫌だ。松井にするためには伸ばさなきゃいけねえじゃん、俺。なんかいい、俺に似合う髪型ねえかな。全国ランキング1位?おー、かっこいいじゃん。俺の顔で想像してくれ。2位のがいい。こんぐらい短くしたいね。でもこいつらの顔がかっこいいだけじゃねえか、これ。あ、こんぐらいでいいんじゃないの、俺。あ、これいいじゃん、カスカみたいな。あ、これいいじゃん。で、これいいじゃん。これ似合いそうじゃない、これ。これいいじゃんね。いや、こんなにセットしないよ。長さこんぐらいなくない?長さ。俺の顔と合わせよ。ちょっと合わせてみるわ。ちょっと待っとけ。なんかこれ、今俺がキープしとくから、ちょっと合わせて、みんな。みんなが合わせて、ちょっと。俺が今キープしとくから。ちょ、みんなが合わせて。おめえらの方がうんめえだろ、こういうの。え、そんで俺がその写真持ってこれにしてくださいって言いに行くわ。それよくない？その写真持って俺をこうしてくださいって言う、完璧じゃん。だって俺の顔で、俺の髪型だとそうなるはずじゃない？こうしてくださいって言って言うわ。毛の量普通、太さは細い。俺ってさ、顔何型っていうの？顔の形。それが、あれ、ビクゾーに、あれしようかな、うちまで来てもらって、あれしようかな、切ってもらおうかな。俺、ビクゾー打ち来ねえか。俺、ホームベース型?ホームベース、ホームベース、これ?え?これ?俺ってこれ?こっち型?俺でもエラ張ってなくない?ホームベースってこれだよ。エラ張ってる感じだよ。よっちゃんみたいな。逆三角じゃねえよな。四角か。え、俺丸型じゃない?丸型じゃない?卵型じゃなくて。ベース、四角とか、じゃあ。ベース、四角、丸。いや、ベースと四角でいいや。へぇー、こういう髪型が似合うんだ。あ、じゃあこれにするわ。俺これにする。クソガケじゃん、これ。え、俺これにするよ。クソかっけえじゃん。俺これにします。よろしく。一番かっこよくない?これが。すまない、来てんだよ。もう来てるんだよ。これか?あ、いいじゃん!ちょっと待って、みんな、いいよ!ねえ!ちょっと待って!ほら、え、よくない?すげえ!おい!いいじゃん!なあ!かっこいいじゃん!ねえ!かっこいいじゃん!爽やかじゃん、すげえ!爽やかじゃん !AV タイプみたいだな、こうやって見ると。なんか似合う髪型ねえかな。面白い髪型がいいな。あ、黒髪で、なんか長えの嫌なんだよな。ちょっともさいよな。見ても、なんでさ、こうモデルがみんな若いの ?30 歳、あ、これっすね。決めた、俺これにするわ。クソかっけえ、こいつ。半端ねえや。あ、俺これにするわ。ポーズもなんかめっちゃかっけえし。なんか普通の髪型ってないの?なんで普通を許さないの?今の日本は。あ、これしようかな。こういう髪型しようかな。
かっけえし、こいつ。全部、あ、俺さ、ミディア、おぉ、案外なゴミみたいな、いな、将来有望だな、こいつな。俺もう、てか、普通にこういう感じしよっかな。俺でもさ、頭の形悪いからさ、ダメなんだよな。俺、おでこ出すとなんかさ、変な風になっちゃう。あ、でも、別にいっか。変な風になったら変な風になったら面白いからいいや。え、これ良くない？ね、ちょっとこれ、良くない？これ。まあ、襟足もなんかいい感じ。おお、なんかさっきのやつの口に見えてきたわ。口、あの。あ、いいんじゃないの？もうさっきのやつの口に見えちったよ、この、あの、後ろが。角度がぴったしだ。おい、こいつにあの口合わせねえよ、おい。ちょっと、そっちも合成しといて。俺の顔も合成して、あの口も合成して、うまいこと。忙しいぞ！あ、髪型いっぱい届いてる。いや、今日髪切ってこよう。見せるわ。俺が坊主にしたらどんな感じかっていう。全然なんか、しっくりこない。しっくり。しっくりくるよね。なんで？いいじゃん。え、可愛くない？可愛くない？すっげえ。でも俺がサカナクションの髪型したらさ、ガチでさ、本人に似ちゃいそうじゃね？で、なんなら俺今こういう髪型じゃね？なんなら俺。これでも、なんなら俺に似てねえか？すでに今。似てるか？え、俺これにしてこようかな。髪の毛のセットとか超楽そうだし。ツーブロックマッシュベースの前髪をかき上げて男らしく。あ！ホームベース型にも合ってるぜ、おい！てか、全人類似合う髪型。おい、みんなでこれしようぜ、お前らも。ねえ。全人類じゃん。少なくても普通、ハゲでもできるし、剛毛でもできるし。太くても細くても、癖が強くても。おい、今からさ、全員で、おい、ちょっと待てよ、やろう。今からさ、みんなで髪切りって、これにして写真を募って、あれしようぜ。誰が一番、これ、髪型似合うかやろうぜ。みんな男前になろうぜ。野球部が坊主にするみたいなさ、そういうノリでよ、俺たちみんなで同じ髪型しようぜ、これ。ちょっとさ、俺髪切ってきていい？ちょっと。みんな一回、俺髪切ってきてまた切り終わったら連絡する。あ、でも、あれも来た。ちょっと一応見てみよう。当てましたっていうのを見た。髪切ってくるわ。これも一応似合うかもしんない。これどう？みんな。これがこれ。これも似合うね、俺ね。これも似合うの、結構ね。やっぱ顔がいいから様になっちゃうな。全部。デコいるの。だって、顔の半分ちゃんとデコじゃねえかよ。顔のっていうかさ、顔がちょうど半分おデコじゃねえかよ。頭の。これ DNA の山口じゃねえかよ。おい！俺 DNA の山口に似てねえか。巨人苦しい。いいじゃん、これ。合うね。何でもいけちゃうね。これいいな。これ絶対笑うな、みんなな、ちゃんと。うわー、どうしようか。これやりてえ。これやりてえ。お、これよくねえか。パーマかけてよ。俺の色が出るだろ。ひげ生やして。ありだよな、これな。ありだと思うんだけどな。髪の毛足らねえか。
じゃあ、じゃあみんな、あれしといて。こっちにするかこっちにするかは悩むわ。悩んどく。で、髪切ってくるね。絶対方がいいじゃん。髪なんて伸びるからいいじゃん。なんでみんなそんな、髪なんて伸びるじゃん。一瞬で。最悪さ、単発しちゃえばいいじゃん。でも、やり直したけど、だってさ、最悪これからこれへの転身はできない。ねえ、実際さ、これして、ダメだったらこっちに転身できるじゃん。長さ的に。一旦こっちにしといて、それで、写真撮ってやべえで、ツイッターに上げてやべえってなったら、こっちにすればぐらい。やっぱりちょっとダメなんで、って。あ、無理か。長さが足んねえな。確かに、相当長えな。相当長えな。じゃあ髪切ってくるわ。まあ、夜また配信するわ。切ってきました、つって。髪切ってきました。だいぶさっぱりしただろう。だいぶさっぱりしただろう。すごい短くない？なんかさ、担当の美容師さんにさ、この髪型にしたら加藤さんってサカナクションのボーカルに似てますねって言われてたよ。あ、マジっすか？あんま言われないっす、つって。なんか変なさ、くっそ、足目のやつにしてやろうと思ったんだけど、できなかったわ。じゃ、ニコ生でやろうと思ったんだけどさ、カメラがなくてさ、携帯じゃニコ生できねえからさ、ツイキャスでいいやと思って。さっぱりしていいよね、すごいね。でもセットはいいよ、適当で。今度なんかちゃんとみんなの前に立つときになんかバッチリセットしとくわ。魚クッションになっただろう。魚クッションに。似てるって言われたわ。で、ちょうど美容室でさ、ルンルンルーン。ルンルンルンルーン。ルルンルルン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 ってずっと流れてたわ。俺意識みたいな感じで。会話もクソ盛り上がんなくて。ちょうど魚クッション流れてますね、みたいなさ。一番したくない会話してたわ。今度ビクゾーに来てもらおう。生配信しながら。言っといて。加藤純一が生配信しながら切ってくれっつって言っといてくれ。試しに髪開けたバージョンくれ。別に。え、髪開けててもよくねえか俺。かっこよくねえか髪開けてる方が。あの美容師あれか、はめたのか。あ、これでいいや。こう昔のなんか、尾崎みたいな髪型で。俺は前髪あった方が好きなんだ。前髪あった方が。センター分け似合わねえよ。お前俺がセンター分けしたらやべえぞ。セピアみたいになっちゃうぞ。これじゃちょっとやばいでしょ。高校で松井秀喜じゃねえかよ。これで出ようかな。英語の発音も良くなりそうだし。